んにちは、ハブティー。はい、まえのんです。今日はですね、こないだあげたばっかりではあるんですけど、購入品をご紹介したいと思います。よかったら最後まで見てみてください。どうぞー。はい、それでは早速始めていきたいと思います。まず最初にご紹介させてもらうのが、こちらです。じゃじゃーん、飛んじゃってるー。はい、こちらは何かと言いますと、食器とかを洗う洗剤の入れ物になってます。これ楽天で買ったんですけど、楽天ルームに、載せてますので、よかったら皆さん真似っこしてみてください。はい、私が買ったカラーはホワイトになってます。ホワイトとウォームグレーとチャコールグレーとブラックがあるんですけど、ホワイトにしました。で、私もう一個欲しくてブラックを買おうかなと思ってます。これめちゃくちゃ便利。ここ蓋開けて洗剤入れて蓋閉じて使うんですけど、もうこうやってやったら洗剤が出てきちゃうのであれなんですけど、すっごい可愛くてキッチンがおしゃれに見えるのでおすすめです。はい、そして続いて何紹介しようかな。お洋服にしよう。急に変わるけど、じゃじゃーん、最近買ったのはこちらです。かわいい。はい、私の最近大好きなアンスリードさんのスウェットニットなのかな、トップスになってます。下がなんかデザインがめっちゃ可愛くなってます。こういうひらひらみたいなのがついてて、私こういう服がすごい好きなので、最近のマイブーム、アンスリードさん可愛い。そう、そしてこちらもアンスリードさんのパンツですね。なんか折り紙プリーツだったかな。プリーツ加工がすごい綺麗にかかってるアンスリードさんのパンツです。なんかスカートみたいに見えるんですけど、パンツなんですよね。そう、このねカラーがすごいおしゃれだなと思って買いました。かわいい、おすすめです。そしてそう、メイク動画、秋メイクの時に着てたトップス、こちらがトゥデイフルさんで買ったトップスになってます。マーブルっぽい柄で、でね、透け感もすごいあって、大人っぽくて可愛くておすすめです。お気に入り。これめっちゃ着てる。そしてちょっと美容系に移ります。はい、こちらじゃじゃーん。はい、こちらが、ヘアトリートメントなんですけど、すっごいいい香りするんですよ。私はお風呂上がりに濡れた髪につけてるんですけど、あ、いい匂いする。なんて説明すればいいの。これはもうほんと使ってみてほしいです。しかも髪がめちゃくちゃサラサラになるのでおすすめです。これをつけてからドライヤーしてます。ストロベリーにちょっとおしゃれな香りがプラスされた感じの香りです。これは、9点で買いました。はい、そしてこちらもじゃじゃん。こちらがハーリープトゥーさんの HLT グローサンスクリーンセラムになってまして、こちら顔と体用の日焼け止めなんですけど、 SPF50 プラス PA4 プラスになってて、いや、まずデザインが可愛い。デザインがすごい可愛いなと思って。そう、なんか日焼け止めって割とこういうタイプが多いイメージなんですけど、これはなんとこういうタイプの日焼け止めになってます。そう、伸びがねすごいサラサラって感じ、日焼け止めの香りが全くしない、いい香りがします。この香りは何だろう。男の人が好きそうな女性の香りがする説明がちょっと下手なんですけど、はい、そしてこれ、こちらはプレゼントしてもらったんですけど、ルクシタンのオードトワレの OS っていうやつなんですけど、これが金木犀の香りがする香水なんですよ。そう、なんかプレゼントしてもらったんですけど、本当にいい香りだったので、ちょっと今日は紹介しちゃいました。あとはこれ白のリップになってます。そう、これが今もつけてるリップなんですけど、生姜のジンジャーの香りがするんですけど、ていうか白のコスメってこんな可愛かったんだってことに初めて気づきました。白のコスメ初めて買ったんですけどめっちゃ可愛い。買ってからほとんど毎日使ってます。秋とか冬とかになってくるとニットがやっぱり多くなるじゃないですか。今日も私ニット着てるんですけど、なんかニットとかに相性がすごいいい気がする。このリップおすすめです。おすすめですしか言ってない。あとははいこちらです。こちらはジンジャーシュガーっていうリップクリームなんですけど、これもね9点で買ったんですけど、これなんか寝る前につけて寝てるんですけど次の日唇がすっごい潤ってるんですよ。でもこれつけると結構唇がベタベタするので苦手な人はいるかもしれないんですけど、私はベタベタしても気にせずつけて寝相が割といい方なと思ってるので、ちょっとわかんないですけど自分の寝相はちょっと知らないですけど割と大丈夫なので、結構朝起きてもその潤ってる状態がキープされてて、そう本当に唇がなんか守られて寝てる感じがするので、よかったら唇のケアをしたいなって方は是非試してみてください。こうやって取って結構ねネチョネチョする感じ、高保湿のクリーム、肌にのせるクリームを唇にのせてる感じ。はい、あとこれも紹介したいコスメデコルテのトーンパーフェクティングパレットの01番。このコンシーラーマジでいい。コンシーラーってあんまりこだわりなかったんですよ正直。しかもだいたい1色使いのコンシーラーだったんですけど、私最近クマが本当にすごくて、このコンシーラーを使ってからクマが全然気にならなくなったので、もちろんメイクしてる時ですけど、メイクしててもねクマがすごい気になってたんですけど、これはね口コミがすごい良かったので買ったんですけど、やっぱりその通りだなと思ってすごいおすすめです。この辺で終わりかな。はい終わります。はいということで私が最近買った購入品のご紹介でした。参考になったら嬉しいです。私はね割とネットショッピングがすごい好きで、今回買ったもの全部かもしれない。最近なんかお店で物を買うことが全然なくてネットショッピング派なんですけど、今日買ったもの全部ネットで買ったものですね。皆さんもねゲットできるんじゃないかなと思うので、よかったら参考になったら嬉しいです。それではよかった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さんおやすみルクティーンバイバーイ。